じゃこんにちは。ユダさん、はい、あのついに決まりました。何が決まったんだというと、田中のマー君が日本に帰ってきますね。はい、楽天にね。楽天に8年ぶり。8年ぶりですね。ね、はい、電撃復帰ということで。そう、ちょうどこの8年ぶりというのが、はい、まあ、東日本大震災から節目の10年ということもあって、10年でね、なんか感動的だよね。はい、まあやっぱり楽天に縁があるし、ね、やっぱ東北という地にね、縁があるんだよ、はい、マー君は。いや本当にあの何回もさ動画でさ、いや帰ってくるかもしれないよ、帰ってくるかもしれないよって言ってたけど、やっぱり GM の力も大きかったね。石井 GM ね、まあ兼監督なんだけど、はい、やっぱりメジャーを経験して日本球界復帰してるという、まあそういう強みもあったのかなっていう。まだもちろん楽天というね、最初にお世話になった球団だから、はい、その縁もあってということなんだけど、はいはい、これは嬉しいニュースだね。そうですね、コロナの中さ、はい、なんか明るいニュースがない中ね、うん、まあプロ野球界にとっては素晴らしく明るいニュースになったね。はい、メジャーでも6年連続2桁勝利、うん、そうなんだよ。はい、今回の契約の内容も日本人最高額、はい、最高額、はい、あの1年かなっていうふうに言っていたんですが、うん、蓋を開けてみると2年、2年だよね。9億円プラス出来高、はあ、どうですか。いやどうですか。まあ当然な数字だと思うし、はい、いやあれだったら単年契約かなと思ってたんだけど、2年契約してくれるということで、で2年間住んで9億で出来高払い、はい、で出来高払いもおそらくまあ10億だとか11億、12億っていう風な契約を結んでると思うしね。実力的に考えるとそれはまあ出来高があって当然だし、出来高を取っていくだろうと思うしね、はい、でもまあお金というよりも、まあお金もすごいんだけどね、まあ菅野が日本人最高で8億って言ってたのが、はい、まあもう1億円プラスしてね、はい、日本人最高になった、まあこれはね、あの当然だと思うし、うん、まあ菅野もなんかそれはもう当然だろうっていうみたいに納得してるよね、マー君の成績を見てるとね、はい、メジャーで6年連続2桁の投手がさ、うん、日本球界に来たっていう前例はないんじゃないのかな。はい、もうバリッバリのメジャーリーガーですね。バリッバリのメジャーリーガーだよね、はい、大活躍されてる選手が日本に行ってすごい話、うん、前代未聞な、前代未聞というかね、はい、でも明るいニュースでよかったね、はい、メジャーでもその勝利があのすごいんですけど、うん、日本では今28連勝中というところでメジャーに行ってるんですよね。そうだよね、うん、日本で負けてないという24連勝だけかなと思ったら、その前にも勝ち続けてたというね、うん、28連勝中で今度の登板が29連勝をかけての登板になるということだよね、はい、ただ、うん、このピッチャーが入って、うん、やっぱローテーションがすごくなるよね。もう楽天のピッチャー陣っていうのが、うん、まあ、マー君が入ります、はい、まあ、岸投手、則本投手、はい、涌井投手、はい、そこにルーキーの早川投手も加わってくるのかなっていうところで、いやそうだよね、5人っていやすごいと思うよ。でも4人の勝ち星がすごいんでしょ。そうですね、あの田中マー君、岸投手、則本投手、涌井投手が、うん、合わせると538勝。すごいよね。どういう感じですかね。それもまだまだへばってる年じゃないからね、はい、でそれで早川が入ってくるんでしょ、はい、これもこのピッチャーももう1年目から2桁勝てるんじゃないかっていうような、はい、そのぐらいの素材のピッチャーだしさ、はい、この5人に加えてあと誰が入ってくるかっていうね、はい、いやいやマー君が5人でローテーションいいですよみたいなこと言えば、いやいや本当5人で回れるよね、はい、左ピッチャーの湯気とかさ、うん、そういうのもいるし、去年先発でね、はい、活躍した、はい、まあだけどさマー君が入ってさ何がすごいかっていうと、おそらく相乗効果だと思うんだよね、うん、ルーキーの年だったかな、則本が、はい、やっぱマー君がいて、はい、それを勉強して、うん、やっぱこうマー君が気持ちで投げるタイプだったね、はい、でその気持ちをこうなんていうのかな、継承してというかさ、うん、でまあ肘を故障し、まあ昨年からちょっとねちょっとずつ良くなってきてるんだけど、はい、故障もね、はい、でマー君が帰ってくる、で則本がやっぱ気持ちが入ってくる、はい、
ね、岸もそうだろうし、はい、で抑えの松井なんかもそうだろうしさ、いやこの想像効果という意味ではさ、はい、もう全然チームの雰囲気が変わってくると思うよね。そうですよね。まあ、ルーキーの早川君も、早川投手もまさか、いや一緒にできるなんて思ってないよ。またこれもすごい影響が、いやこれはね影響力大だと思うよ、そうですよね、投手陣。まあ、野球はさ、まあ、なんちったってピッチャーのね、ピッチャーが6割7割もう勝敗を握ってると言っても過言ではない、はい、ゲームだけにね、はい、もう最強の補強だよね。うん、まあ、成績がすごいでしょマー君の、はい、マー君日米通算で177勝81敗、うん、3セーブ、うん、で、日米の通算の防御率が 2.94、通算だよ、はい、で日本だけって言いますと 2.30 という、うん、さらに良いという、さらにいいよね、はい、だからこれはね順位にもう当然もう誰しも考えることなんだけどさ、マー君一人入っただけでまあ確実に順位は変わってくるよね。でソフトバンク、ソフトバンクって言ってたけど、いやマー君一人入ったらもう分からなくなったよ。そこの部分だけじゃなくてもう全体の順位とかも影響してますね。いやもう全体的な順位も変わってきてるし、はい、まあ言えば巨人がソフトバンク、ソフトバンクって目の色変えて今年はキャンプからあの倒しにかかろうと思ってたのが、え、ちょっと待ってよ楽天になってないかみたいなそんな感じにもなりかねないよね、はい、いやもう確実に優勝候補の一角だよ。今年は正直言ったらソフトバンク、まあ、西武とかもロッテとかもかなって楽天がどうかなと思ってたんだけど、うん、楽天一気に優勝争いだよね。もう確実に来るよ、もう間違いないよ、このピッチャーが入っただけでね。でパ・リーグ、まあ球界にとってはすごく、またファンにとってもすごく明るいニュースなんだけど、はい、パ・リーグにとっては大迷惑な話でさ、はい、あの他のチームの選手はね、まあ、チームもですけど個人的な成績にも関わってきたりもしますし、うんうん、だからまあ、はい、ソフトバンクの柳田なんかはさはっきり言ってるよね、はい、いや嫌ですって、はい、もう歓迎ムード全くなしというね、はい、同級生でしたっけ、まあ、同級生ぐらいだよね、はい、うん、嫌ですって、もうそりゃそうだよね、はい、あんなピッチャーやっぱ打席に入りたくないよ、やばいですっていう感じのコメントがありましたよ ね、でも清宮なんか面白いんだよね。そうなんですよね。チームが楽天というチームが強くなってしまうのは嫌だけど、うん、対戦できるのであれば光栄っていうもうだからもうなんかちょっとミーハっぽいよね、はい、もう雲の上の人みたいな、まあ、そうだね。でも対等にね、はい、対等に戦っていけるぐらいの清宮も実力をつけてね、はい、逆に田中からマー君からあのバッター嫌なんだよねって言われるようなね、うん、選手になんないとね、またそれがモチベーションになっていくといいですね。そうだね。でもね、はい、やっぱ楽しみなのはやっぱエース同士でぶつけていくと思うんだよね。うん、で千賀との投げ合いだとかさ、あのオリックスの山本だとかさ、はい、ああいうピッチャーとの投げ合いっていうのは見ものになってくるよね。うん、人気実力ともなんかパリーグに全部持っていかれてるようななんかそんな感じがするよね。まあいいんだけどさ、プロ野球が盛り上がればね、はい、で坂本の談話なんかはさ、いや同級生なんだよね、はい、小学校の時から、はい、あそうですよね、うん、同じあの野球チームでね、はい、でやっぱああいうピッチャーが帰ってきてまた球筋とか対戦を楽しみにしてるとは言ってたけど、はい、やっぱ同じリーグの人間はさ、はい、何回も当たるというふうに考えるとそりゃ嫌だよね、はい、ただ ECGM は言ってたけど、はい、いやそんなに簡単なもんじゃないと、うん、やっぱ相手だっているわけだし、うん、やっぱこうボールにアジャストしていくことも大切だしね、はい、まあ復帰というふうに喜びはあるけども、はい、でも簡単な道のりではないって言ってたよね、うんうん、やっぱそこら辺はやっぱこう指揮官としてまあ、手綱を締めるというかさ、うん、帰ってきたからもう手放しで喜ぶんじゃなくてやっぱそこら辺はなんか落ち着いてる談話っていうかさ、うん、コメント残してたけどね、はい、でも楽しみだよ、はい、逆にこう久しぶりの日本球界に復帰するにあたって、うん、マー君がなんかちょっとこう気をつけないととかこうありますかね、心配なこととかっていうのは。
いや彼に関しては全くないと思う、うん、でなんていうの、俺はメジャーリーガーだって天狗になるようなこともないだろうしさ、はいはい、なんか野球に対してはひたむきに真摯にやっていくタイプの人間だから、はい、で男気があるしさ、はい、だからなんかそんな浮かれた気分で帰ってくることはないと思うし、うん、その年俸に対して球界ナンバーワンということに対して、はい、俺はちゃんとした責任を取っていく男だというふうに期待してるよね、うん、日本にユニフォーム姿が見れるのが、はい、キャンプ合流が2月23日ねえ、まあ無観客でやるっていうのがさちょっともどかしいけど、はい、でもまあ楽しみだよね、はい、また背番号は18を用意しているっていうことで、そうだね、はい、早く背番号18を見たいね、そうですね、はい、まあでも本当に嬉しいニュースでよかったです、はい、ね、まあこれからも注目していきます、はい。